あ、ミサイムさん、今回もガチンコマッチクラブのトレーニング方法を教えていただきましてありがとうございます。そうですね、確か腕をやった次の日は足をやって、足をやった次の日は胸をやるとかね、胸の次は肩やるみたいな、そういうふうなサイクルでやると超回復を起こしながら他のところをこう鍛える、そして順番に休ませることができてとてもいいですね、うん。まあ、これ私もそういえば教わったことがあったのに忘れてました。もう一回ね、そういう風にやっていこうと思います。で、今回ね、もう一つちょっと聞いてみたいことがあるんですよ。私はですね、筋トレをしもするんですけども、実はね、肩を脱臼したことがあって、去年の9月なんですけども、しばらく体動かせなかったんですよ。で、その時にね、あのトランポリンを買ってきて、トランポリンの上をこうやって跳ねるようにしたんですね。だからトランポリンもやっているとこのバランスを取ったりとかね、それから跳躍のことで筋肉使ったりとかして、ちょっとじわっと汗かくような感じで、まあ良かったかなと思うんですよ。で、もう一つなんですけども、縄跳びね、縄跳びをこうグーってやるとなんかね、1分もできないんですよ。むちゃくちゃ疲れるんですよ。で、あと跳び方によってはものすごくね、体に衝撃があるんで、ちょっと慎重にやらないといけないなと思ったんですけども、この縄跳びとトランポリンに対して、ちょっとあの、わからないかもしれない、ちょっとね、筋トレとは違うのかもしれませんけども、ミスター M さんなりに縄跳びとトランポリンは、まあ、どういうふうに、ね、あの扱っていけばいいのか、効果があるのか、それともただ楽しいだけなのか、ね、なんかその辺なんか分かることがありましたらまた教えてください。それではですね、もうこれ完全にね、ミスター M さんのコーナーにした方がいいのかなと思いますよね。ミスター M さんと私のこう対話のコーナーをね、なんか やってるような感じになりました。まあ、でもね、他の方もご覧いただいてると思いますんで、ぜひね、コメント欄に書くのももちろんいいんですけども、他のね、コメント書かれる方とか、いつもご覧になってる方、ミスター M さんに動画のメッセージを送ってみたらどうかなと思うんですよ。きっとミスター M さんもあの喜ばれると思いますんでね、いかがでしょうか。それではミスター M さん、トランポリンと縄跳びについてご見識をお願いします。では失礼します。